ビッグモーター現象が様々なところから露呈。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。この記事を執筆しているのが、ですね、これ2023年の7月26日ですね。ちょうど昨日ビッグモーターの社長以下幹部が記者会見を行いました。まあ、報道を見たりね、元幹部社員とか顧客へのインタビューを聞く限り、これ嘘だろうっていうようなね、嘘のような本当の話がポンポン飛び出してきました。そこで今日はビッグモーター現象について分かりやすく解説します。見る人が見れば分かる某コンサル会社の経営計画作成セミナーで作成するのと、まあ、うり二つの黒いポケット手帳サイズの経営計画書、まあ、中身はね、これビッグモーターのやつはとんでもないことが書かれていました。その中でいくつか紹介しましょう。まず一つ目が、会社と社長の思想は受け入れられないが仕事の能力はある、今すぐ辞めてください。二つ目、経営方針の執行責任を持つ幹部には目標達成に必要な部下の生殺与奪権を与える。三つ目、社員旅行や懇親会などの会社行事の不参加者は人事評価を下げる。四つ目、結婚式は売り出し日を外して予定を組む。五つ目、職場環境が整備できない役職者は角番もしくは更迭する、リーダー失格。まあ、こんなことがね、明記されていたわけです。まあ、これはね、テレビでも散々報道されました。さらにね、歩き方が悪いとクビになった女性社員もいるというんですから、まあ、これもちょっとね、驚きですよね。まあ、そもそも修理には1台14万のね、粗利目標があったっていうんだからね、これもね、驚きなんですよ。修理っていうのは基本的にコントロールが難しいです。はい。車を売るのとはちょっと違いますよね。で、事故も部品の交換も偶然の産物でありますからね、目標を持つこと自体がこれ実は間違っていますよね。弊社は車関係のね、クライアントさん非常に昔から多かったので、板金とかのね、こういった修理は目標に組み込まないでっていうね、ちゃんと伝えてました。まあ、強制力のあるノルマが課せられると、どうすら顧客から1円でも多くの、ね、売り上げを絞り取れるかというところに、ね、フォーカスしてしまいますよね。まあ、だから、まあ、顧客の愛車に、ね、傷をつけたり、不正な、ね、保険金を請求したりと、とんでもないことが、まあ、こう状態化してたんではないかなっていうことですよね。まあ、この辺も本当にテレビで、ね、もう報道されていたので、まあ、皆さん方ご存知だと思います。さてさて、これとね、似たような現象がプロテニス業界で起こってると話を今日はしましょうか。6月に行われたテニスの4大大会、全仏オープンですね、まあ、フランスオープンの女子ダブルス3回戦で、日本の加藤選手ね、と、あと、アルディラ・スチアディっていう選手ですかね。この、2人と、あとはマリー、ボーズコアとサラ、ソリベース・トルモ組ですか。この二人が対戦した時のね、出来事なんですが、これももう非常に有名でテレビで散々報道しました。この試合で加藤さんが打ち込んだ球がボールガールの頭部にね、頭に当たってしまったと。で、少女は涙が止まらなくなり、審判は加藤に警告を言い渡したというのが、これ事件ですよね。まあ、しかし、納得がいかない対戦ペアっていうのは、必要に抗議を続けて、大会スーパーバイザーとレフリーも登場して、協議を重ねた結果、最終的に加藤さんね、これ失格処分になっちゃったんですよね。警告じゃなくて失格になっちゃったんですよね。で、対戦相手の勝利ということになりました。で、対戦ペアのスポーツマンシップを欠いた振る舞いは、世界中からね、バッシングされたっていうのは、記憶に新しいと思います。で、おまけにね、加藤さんのチームが競技する中、ベンチでホクソ M 対戦ペアの画像がツイッターに投稿されてね、さらにね、大炎上してしまったっていうことなんです。まあ、こんなことがまずテニス業界でありました。で、次は、ですね、7月に行われたハンガリアン選手権のシングルスの1回戦の話。第2シードのザン・シュアイっていう選手がいますね。で、この選手が世界ランク548位のエイトートという選手と対戦した際、第1セットの途中で、シュアイのボールがアウトの判定を受けて、これはまあ物議を醸し出したわけなんですね。そうしたところ、なんとですね、相手選手のね、548位のトート
がラインに残ったボールの後靴で消してしまったという暴挙に出たわけですよ。これでまあいわゆる証拠はなくなってしまったということなんですね。世界ランク548の選手が第2シードの選手に勝てばもうこれ大金星なんですけども、これね勝ち方が問題ですわ。こんなことやって勝ってもね、何でもそうなんですけども、何でもいいから受注すればいいとか、何でもいいから売れればいいっていうのはもう間違ってますから。でやり方こそその企業とかその人の哲学生き方が現れます。つまり倫理観とか誠実さもやり方でこれはね判断できるってことなんです。営業マンであればやり方を通じて相手とコミュニケーションを取るわけですから重大なプロセスです。目標達成のために手段は慎重に選んでくださいということですし、また会社としてねセールスであればセールスのやり方スタイル、これをきっちりと決めて各セールスマンにはねそれを徹底させるということをやった方がいいと思います。まあ、そもそもセールスマンっていうのは、会社のね商品を顧客に紹介すること、そして顧客にとってはもうその会社その商品の窓口になっているのがセールスマンですからね。要はセールスマンが全てだと言っても過言ではありません。そのぐらいセールスマンの存在っていうのは、大事なものなんですよね。まあ、こんなことを考えながらですね、目標達成すればいいのか何でもいいのかやり方っていうところ、そこのところをねもう少しメスを入れてもいいのかなと思いました。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私長谷川が様々な角度から経営に役立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。